これバレンタインのチョコなんだけど。ん？なんか言ったか、美咲。なんでもないわよ、バカ。な、めちゃってまたエッチいこと考えてるんでしょう。いやらしい。な、俺がどう思うが俺の勝手だろうが。はあ、それもそうね。モテないのもうなずけるわ。一生そうして過ごせばいいわ。変態らしく。この高飛車女は高岡美咲。俺、高岡誠の義理の妹である。容姿端麗、成績優秀、運動神経抜群。ただし性格に難あり。小さい頃お互いの片親が結婚し、連れ子だった俺と美咲は本当の兄弟のように分け隔てなく育てられた。がいつの頃からか奴は何かと突っかかってきて、俺を呼び捨てにし小馬鹿にする日々が続いた。そう、今年のバレンタインデーの今日までは。はあ、やっぱり今年もゼロか。ったく、何がバレンタインだよ。どいつもこいつもイチャつきやがって、ほんと迷惑な日だぜ。はあ、帰ってしこって寝よう。俺の部屋だよな。なんで俺の部屋に美咲が半裸で。半裸っていうか今のは。よりによって誠に、なんでいつもより早く帰ってくるのよ。で、今はそんなことよりこの場を正当化する言い訳を考えるのよ。あの美咲さん、俺の部屋で何してたの？どう考えてもあれってオナニー。そうよ。誠のことが好きだからあんたのベッドで一人でしてただけよ。悪い。で、告白しまった。つい本当のことを。じゃあそういうことだからお邪魔しました。また何よ。お前、俺が我慢してたことを平気で言いやがって。どうなってもいいんだな。あんた、誠も我慢してたんだ。事件もあって美咲の態度も変わるかと思ったんだけど。なかなかのものですな。今夜のおかずにと。外では相変わらずの性格でして。はっ。あー、くそ。でもやっぱり以前と違うと思うのは、俺たちの気持ちが通じ合ってるから。
まあともかくバレンタインも案外悪いもんじゃねえな。バーカ。